はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回は久しぶりに、レインボーシックスシージ4番、やっていこう。他の人の音声が入っちゃってる。ちょっと待って。はい。で、まあ、DLC 第2弾目が配信されてから、久しぶりにやるレインボーかな。で、非 DLC 勢の僕はなんとか頑張って名声を貯めて、待って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 、はいはいはい。で、ブラックビアをなんとかアンロックしたんで、ブラックビアを使っていこう。え、来た。と、まあ、動画では結構久しぶりにやるけど、動画外では結構、名声貯めるためにやっておりましたよ。で、アップデートも結構頻繁に来て、まあ、つい最近のもので言うと、ミュートとカプカンが情報修正されたり、あとは、地下じゃないのこれ。失礼します。いけなかった。あとは何だろうな、ヘッドギアっていう新しい装備が増えたりだとか、まあ、あとは何だろう、チャームっていうのが増えたりだとか、まあ、あとはもうちょっと名声がたくさん貯めれるように UBI ソフトクラブという方のチャレンジ内容が増えたりだとか、まあいろいろプレイしやすい要素が追加されてると。で、まあ今回頑張って入手した、じゃあこのブラックビア、まあ略してまあブラビアとでもしよう。ブラビアを使ってやっていこう。地下なんだね。まあこいつはね、もう知ってる人も、やられた、知ってる人も多いと思うけど、こんなのが使えると。てかテルミットがいないのか。あ、そっから味方が一人抜けてしまったな。こういうシールドをつけるわけなんだけど、ドローンを出すべし。お、いない。いや、いるよね。危ない。ちょっと足を蘇生、新兵が出てきた。テルミットがいないのがちょっと辛かったな。で、あそこの二人さん多分パーティーだから、あそこの二人は二人で任せよう。もうちょっと鉄線邪魔くさいが一つ壊れた。なんだってこっちにはシールドがついてるから。怖いな。敵に、おお、待って、敵いるぞ。そっち箱中、ちょっと待って、敵が来ると思うんだよ、こっち。びっくりした降りてきた3対2、味方頑張ってくれ。すごい味方、勝ったすごいな。降りてきたか、上から敵。もうね、なかなかね、もう、やり慣れてるっていうか、ランク100を超えるプレイヤーがもうゾロゾロといるからね、リスキルも絶えないし、今みたいなね、アグレッシブなプレイする人も結構いるわけなんだけど。さあ、防御側は誰使おうかな。うん、パルスかフロストだけど。フロストかな。お、ここか。とりあえずここを固めよう。見つかった。アーマーをいただいて、この人動かないな。ここによいしょ。ちょっと地下はウェルカムマットちゃんといいとこ引っかかるか分からないけど、濃いところに置こう。仲間の体力が若干減ってるのは気のせいだろうが。あとは割れそうだけどここ置いとこう。ちょっとショットガンで来るの失敗したかな。
ハンドガンに切り替えて、あそこは確実に割ってくると思うんだけどな。ん？発砲してる。うん、この監視カメラが壊された。んー、ハンドガンでいけるかな。今ちょっとね、左の、よし、あれ、ハンドガンこんな強かったっけ。カプカンが行った。カプカン行かない方がいいと思うけどな。大丈夫かな。おお、大丈夫か。あ、痛い。まさか。ちくしょう、ここそのドローン入られたら壊しづらいんですが、危ない。お、カプカン壊してくれた。ありがたき幸せ。もうそこには味方がやられた。おお、待って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 、怖い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 。そう来たか。4対2。おお、味方がいってるが。あと1人。と、カプカンも行く。この上らへんにいるのか。移動した。いない。待機しよう。味方がこの部屋、この真上の部屋にいるのかな。味方が周りを確認してる。足音、おお、やった、素晴らしい。あ、その部屋にいた。よし、3ラウンド目。じゃあもう一回使っていこう。ブラビア、この SR25 というこのセミオートライフルの方、まだカスタマイズを整えてないから、今回はこっちだけやっていこう。チャームがついてるけど全然見えないな、この武器。さあ始まった。あ、物質はあんまり、ブラックビアいくら銃にシールドをつけれるとは言っても、まず銃の弾がそんなに多くないというのと、まあ自分側からの視点ではちゃんとサイトの周りをシールドで守っていると思ってても、敵からは結構隙間が丸見えで、シールドを構えていてもその隙間に狙われて倒されるということもあるので、なるべく遠距離をキープして敵を狙った方がいいと。じゃあやっていこう。でつけると走る速度がすごい遅いから、序盤はつけない。でここ下強化は多分してない。割っちゃおう。でドローンで確認。いるかな。いないね。よし、
なんかエリア確保みたいなものがするんだけど。これシールド置いてあるけど、特に何もない。おっと。はい。入りますか。シールド装着。見られたな。味方も入ってきた。ここブリーチングして、いたな今。気のせいかな。でこれカメラだ。こっちを警戒。味方がいる。味方ナイス。アッシュが乗り越えてった。やられた。アッシュが先行してるが、後ろ警戒。三、味方がいる。どこにいる？伏せてる音がするな。三、何？うん、一人になっちゃったか。Friendly, last operator standing.二人ならきっと来ないと思うな。待って。ちょっとかくそ、早すぎる。さあ防衛側、ショットガンにはまってる。パルス使おう。惜しかったな。さあまたここだ。実はここを強化しよう。で C4 持ってるんだけど、なんか有効活用できるかな。ハルスは足が速い。ドアセキュアひとまずまた同じ位置からハンドガンで見てみるか。おそらくこっちに来ると思うんだけど。確実にここに来ると思うんだけど。監視カメラがまだ壊れ、ん？違う。足音がする。どうだ？うん、いるね。ヘルミットだ。味方がやられた。敵は距離を置いてるのかな。センサーデプロイド。真上に味方。
うん、来てないな。この心音センサーを安心して大丈夫、安心ってか、信頼して大丈夫かな。もう大丈夫、待て待て待て。Sensor deployed. う、撃たれてる。どっから見えてるんだ。うん、こっから動けない。他の方向からは来てない。Heartbeat sensor. ん？反応あるな。うん、厳しい。どうする？まあ、テルミットがもう一枚合ってるな。ん？あんな遠くにいるのか。入ってくるの待った方がいいな、こりゃ。グレネード。見てるな、これは絶対に。こっちはショットガンだから先行はできない。センサーアクティベイテッド。うん、prevent further access to the biohazard container. Biohazard containers securing paused. Take out the hostile. よし。あと20秒。来るなら来い。15 seconds left.10 seconds to go. Op 4, last operator standing. OK, 勝った。おお、こんなに開けられた。あー、味方ナイス。あ、そっちから来てたの。勝利。ちょっとピングが悪い。あんまりブラビアの良さを伝えれなかったかも。まあ、まだちょっと片方の武器も使ってないので。いや、これもアップデートで追加されたこの BO3 風の勝利画面。じゃあ次回もブラックビア、略してブラビアを使っていこう。じゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。